手に汗握る展開頑張っていきますよ。ストカン当たんない。なんだろう、料理はできなくてもスポーツはできるってね。判定はいかに。声優事務所響10周年記念響ファン感謝祭開催。響所属の声優が大集結、歌ありトークありのステージを楽しもう。チケット情報はホームページをチェック。皆さんこんにちは。響きの所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル。今日の担当はトンボヒカルとアイツムギリサのドーナツムです。いやーチェケラ。さて毎回なんかね対決しつつある。そうね、今日もファイトするの。そうよ、もうここを見てお気づきの方もいるかしら。今日の企画はいいじゃないの。卓球の次は野外でございますよ。ね、野外じゃないけど。屋内だから。全然屋内なんだけど。まあいいわ。はい。打ってくんだね。そう。これから普通にこちらのバッティングセンターで打席でチャレンジをしていきまして、何球前に飛んだかという数で対決していく。飛べばいいんだね、前にね。前に飛んだら OK なんだけど、この判断基準はスタッフさんに任されているということです。きっと優しいんだろうな。そうだよね、甘いんだろうな。だよね、信じてます。はい、1プレイ20球ですので、これを3プレイやりまして、合計スコアが多い方が勝ちでございます。いっぱい打てるね。3が6、60球も打てるんだよ。筋肉痛でございますね、これは。頑張るぞー。おーいそれでは先行トーマからワンプレー目いってみよう。スタート。デフ頑張るんだ。19球。よし、いいじゃないの。めっちゃうまいじゃん。スカポンピー。スカポンピー。どこらせあいやなび。いいじゃない。当たったよね。前いた。オッケーいいよ。今2ポイントやで。なんでこんな当たんないの。なんじゃないの。ラスト2本いいよ。あじゃばはい、終わったー。上手だった上手だった、ね、続きましてバッターつむぎりさいきます。自分で押さないとスタートしないから自動じゃなかった早く押してよしおいだよ。うまいんだけど。なんだろう、料理はできなくてもスポーツはできるってね。ホームランじゃないっすか先輩。めっちゃいいじゃん今の。2回戦いってみよう。さあ2プレー目遠野今のところ9ポイント、つむぎ13ポイント、4ポイント負けている。さっきここからなんじゃ。頑張るどい。球も速くなるしね。そうなの。2回目は110キロの高速でいきたいと思います。低いの。おちょぱ？はい。ストカン。当たらない。あっちゃー。上手くなった。うん。前行ったぞ。いいよ。じゃないの。痛い。ラスイチ。なんでこんな痛いのこれ。はい。来ました。2プレー目でございます。110球ね。頑張りたいところですよ。すごいイケメン顔。およ。やばいぞ。これは？ちょっと待って。これは？待って。やだ。うん。どこ？後ろ。あった？どこ行った？いつも消えるんだけど。どうして？見てて。優しく投げて、優しく投げてよ。おお、ラスト1本は必ず綺麗に決めるんだね。はい、2プレーまでね、それぞれ終わりまして、ただいまの中間発表。てってれー。17分。つむぎ19本。あら。最後は変化球モードで変化球いたしましょう。分かんない、やってないよね。ブルンブルンして飛んでくるってこと？分かんないけど難しそうだから、でお互い結構いい感じの勝負をしているから、1個前に飛んだら2ポイント。イエーイ、変化球様だ。ということはトウナの大逆転チャンスあり。ファイトー。一発ノン。何が起こってんの？縦にしたら当たったんだけど高いんじゃない？ちょっとバントね、脳幹らしいよ。お山を描いて、うわー、でかい人が来た。見た急降下。なんか野球の世界って広いんだね。うわ、すごい。うわ、よし、うまい。いいじゃないの。うまい。機械にうわ、いいじゃん。よし。飛んだ。いいよ。はい、終わり。はてさていやはや、遠野さんがですね、先ほど12点取られたということで、私は6本当たった。そう、6本飛んだ判定でした。優秀やなってことは、私はだから6球以上打てば私が勝てると。そうよ、手に汗握る展開頑張っていきますよ。圧下がってくるよーい、ゴー。あ、すごい。慌て出すつむぎしだから下手に変えられない。うわい、どこ行ったの？後ろに行きました。後ろ行ったの危うい。おい、うわい、いいじゃないの。ラスト1本よ。ラストに強いつむぎマジ最後の本気。どうなん、微妙じゃない判定はいかに。はい、ということでサンプレー全部終わりました。厳しかったね。いつぶりだって感じよ、バッティングなんて。あ、そうなの。ちっちゃい時やってたんだ。遊び感覚でね、行こうかバーンぐらいのねやつで、あんまり経験ない感じ。そうね、スポッチャーで遊びでやるぐらい。全然打ってたやんけな。上手だったね。さあ、ということで結果はいかに。じゃじゃん。そうなの、29ポイント、つむぎ31ポイント、2点差でリナの勝ちでした。久々の勝利すぎて。1本取ったんだね。やっぱちゃんときっちり6本打ったんだよ。有言実行か。やった。それ以上は目立たない。それ以上は目立たない。ギリギリで勝っていくスタイル。いや、いい勝負だったね。でもいい勝負だったね。すごいよ。でも久々に勝てたからちょっとハッピー。アイス食べて帰ろう。久々に負けたからアイス食べて帰ろう一緒に食べて帰ります。帰りましょう。はてさて、まあそんなこんなでね、ここで最後に皆様にお知らせがございます。大事よ。来たる11月24日土曜日にですね、カルツ川崎さんにて、響きのファン感謝祭というものがね開催されるんでございますよ。ありがたいね。昼公演、夜公演と2公演ございまして、そちらについては詳細などなど、チケットの情報などなどは動画の概要欄の方に載せてありますので、そちらでチェックお願いいたします。いや、めっちゃ豪華よ。みんな大集合よ。大集合、そうよ。響きの女性声優さん全員出ますからね。楽しみね。初めてだね、こんなイベントね、全員さんと出るなんてさ。ねえ。どうなることやら来るしかないね圧をかけていくスタイルということで、今日の動画はここまでです。このチャンネルでは響きの所属声優が動画をわんちゃかにゃんちゃが上げておりますよ。気に入ったらチャンネル登録、いいねお願いします。それではまたお会いしましょう。遠野ひかるとつむぎりさんのとのつむでした。バイバイ。